シルクファミリーのキリュウです。今日はユーミンと一緒に新製品のご紹介です、はい、今日ご紹介するのはリネンシルクシンプルロングカーディ、はい、いいねんなこれ。めっちゃいいです。あの最初持ってきてくれはった時あんまりシンプルすぎて前立てもボタンも何にもないのでちょっとなと思ってあのやめとこうかなって思ってたのね、はい、そして置いてあったら彼女がこれいいじゃないですかって着てみはったんですよ食堂で、はい、でみんなで見てうわいいなそれで復活いたしました、はい、でまたこれもあの5月22日の14時から販売されます。お値段なんと5480円、税込み安いです、ね、めっちゃ安いな、ね、安いねえちょっとねそうそうそうあの皆さんに来てほしいっていう気持ちで、はい、あの価格付けさせていただきました。なかなかいい感じなんだよね。いや本当に、ね、軽くてすごい軽くてもう着てるの忘れちゃう。忘れんね。もう本当に軽いでロングだし、お尻の下ぐらいまで私が160センチぐらいなんですけど、うんうんうん、隠れるぐらいですね。隠れんな、はい、でお袖もまあまああるし、だから UV カットとで、まあ、冷房が効いてるところに入った時にさらっと、だからこんなにちっちゃくなるのであのバッグにコロンって入れてもらうとね、まあうん、ちっちゃいバッグ無理やな。そうですね、ちょっとまあ普通のトートバッグぐらいなら入るかな。全然入りますので、はい、あのまたぜひよろしかったら、はい、あのご利用いただけたら嬉しいです。お色はエクルベージュとブルーベリー、はい、この2色だけです。で今日はね自撮りなんだよね。いやそうなんですよ、みんなあの撮影してくれる人が写真画像の処理で忙しいのであの自分で撮ってくださいね、一生懸命セッティングしましたね。セッティングしてなんとかこれで撮れてんのかなって2人で言いながらあの撮ってます。でバラも今玄関で咲いてるやつをちょっと、はい、明日からお休みなのでねつぼみ入れるとかわいそうなので、もうあのほっとくともうすぐ散るっていうのを全部入れましたこの30倍ぐらい咲いてるな。もう今玄関の状態になってるんですよこの土日がまたな、はい、いっぱい咲きそうやな。そうですね、うん、まあこれからもどうぞよろしくお願いいたしま す, お願いします。じゃあまたこちらの製品もぜひよろしくお願いいたします。ユーミンとご紹介いたしました、はい、シルクファミリーのキリュウでした。失礼いたします。